はい、ではこちらの論文の文献の紹介を自然言語処理研究室の井岡が発表紹介します。この論文の概要について説明します。この論文では敬語のない、敬語の考え方がないの原言語の原言語の翻訳で、出力の言語ではその敬語が出てくるっていったような、その敬語の制御というものを行うっていう論文です。でその敬語を制御するにあたって、そのこちらにあるサイドコンストレインツというものを採用、この論文で提案しています。で実際に英語からドイツ語に翻訳する際に、その敬語というものを使っていない、その英語の文からそのドイツ語の敬語の文であったり、そうじゃない文であったりというものを出力する場合において、性能が向上したという結果が出ています。と次にそのサイドコンステインツというものをその NMT で用いる際についての説明を行います。そのまずそのニューラルネットの入力にその丁寧さっていうものを表す、示す、入力っていうものを追加します。でそのテスト時にはその、実際に翻訳するときはユーザーがその出力文が丁寧だってほしいかそうでないかっていうものを入力に与えてやって翻訳っていうものを行います。で実際にその与え方、丁寧さの与え方なんですけれども、それは単純に入力文の最後にトークンとしてその情報を追加してやるというような方法です。で特にこのアテンションベースエンコーダーデコーダーモデルの場合は、その最後にこのサイドコンステインツというものを追加した場合に、それに特に注意を払って翻訳の学習を行うことができます。で次に、訓練セットにそのサイドコンステインツの情報、その丁寧であるかどうかっていう情報を自動注釈を自動でつけるっていうことについて説明します。とその先ほどの説明で、入力側の文の最後のトークンにそのサイドコンステインツも追加して丁寧であったり丁寧でないっていう情報を追加するんですけども、当然その訓練セットにも訓練セットにその同じように追加してやる必要があります。で、そのために、自動でその、追加するんですけども、その追加する場合の注釈っていうものはその丁寧な単語の前とか後ではなくて、その文レベルでつけることです。それは最後、さっきの説明であったその最後のトークンっていうのと同じことなんですけれども、その文レベルで注釈っていうものをつけます。これは、そもそもそのソースとターゲットでその単語レベルの対応っていうのが、ついてないというより、ついてないので、その文レベルでこの文はっていうか、この文はその丁寧であるとか丁寧ないっていうものを、文単位でつけます。で、具体的にその丁寧っていうか丁寧でないっていうのは、具体例っていうのが下にありまして、この下の2つの文章で、上の文がインフォーマルな文で、上がドイツ語、上がそのインフォーマルな、ドイツ語の文で、下がそのポライトっていう、丁寧なドイツ語の文っていう、下がその具体例です。で次にすいません。でその実際にじゃあどうやってその注釈を自動でつけるかっていうものについては、こちらに示しているツールを用いて、ルールベースに形態論的にその丁寧であるかどうかっていうものを、判断して注釈をつけていきます。でここでその命令形の文、動詞を含む文っていうものは、インフォーマルの方に分類をします。下にその具体例が示してあるんですけれども、そのカテゴリーっていうものさに、5つあるんですけれども、これは上からその視覚だったり、俗覚、霊覚、体覚、所有覚っていうふうになっていて、
でそのそれぞれにおいて、例えばその一番上にあるその資格のルーっていうのは、まあ、インフォーマルである。でその一番右にある、まあ、プライドっていうのが、プライドっていうのはその丁寧で、まあ、G っていう、まあ、丁寧な意味になっていて、まあ、これは U なんですけども、英語で言う U をその丁寧でない場合と丁寧な場合っていうのが、まあ、こちらの、まあ、表がまあ具体例として表しています。で、その他にも、あ、そうですね、まあ、複数形の場合もあるんで、そのインフォーマルの場合はその単数と複数で、まあ、単語が違っているんですけども、その丁寧な文の場合は、まあ、どっちも同じっていうので、まあ、こういう表現の仕方になっています。そうですね、まあ、一番上の例で言うと、まあ、そのインフォーマルの場合の U の単数が、まあ、ルーで、まあ、複数、まあ、あなたたちですねの場合は、なんていうんですかね、ちょっと分かんないですけど、まあ、そうですね、単数と複数で単語が違うっていうことですね。で、具体的に、まあ、実験の関係について説明します。この実験に用いた訓練コーパスっていうのが、まあ、オープンサブタイトルっていう、まあ、映画の字幕っていうもののコーパスです。で丁寧な文の対が、まあ、48万対あって、そうでない文が109万対あるようなコーパスです。でその、実際にその NMT のシステムを、まあ、構築する際に使用したのが、こちらにあるグラウンドフグというものを使用して、まあ、アテンションベースなエンコーダーデコーダーモデルの、まあ、NMT のシステムっていうものを、まあ、この上の訓練コーパスを用いて、まあ、訓練を行っているっていうことです。でその丁寧な文であったりそうでなかったりっていう、そのサイドコンセンスの情報っていうものは、全てに対して与えるわけではなくて、その実際にはその半分の確率でそのつけたりつけなかったりっていうものを行いました。これはそのサイドコンセンスがついてるかついてないかっていうことに、その依存をしすぎることで、まあ、問題が起きるっていうようなのが、その経験上分かっているからです。で次にこの実験の結果について説明します。この実験の結果が、まあ、右下にある表なんですけれども、この表にあるように、そのサイドコンセンツとして、あ、すいません、あ、逆ですね、出力がインフォーマルなもののうち、その 98% っていうのがそのサイドコンセンツにおいて中立で、あ、逆ですね、すいません、サイドコンセンツとして、そのインフォーマルに限定した翻訳の 98% がその出力として、まあ、インフォーマルかまたは中立、まあ、ニュートラルであるっていうような結果になりました。でまた逆に、あ、逆、またその翻訳で、まあ、サイドコンセンツでその丁寧な文に限定した翻訳の場合は、その 96% が、まあ、丁寧または中立な文が出力されているということで、まあ、うまくいっているところがあります。でこれが、その二人称の文を、まあ、含む文、まあ、文に限定して、まあ、結果を示しています。で次にその、実際にその、まあ、先ほどはその、まあ、丁寧かどうかっていうのに、まあ、重きを置いたんですけども、実際の翻訳においてその参照文が、まあ、丁寧であるか丁寧でないかっていう情報をもとに、その入力側のそのサイドコンセンツを与える、まあ、例えば参照文が丁寧であるとすれば、その入力にも、まあ、その、まあ、丁寧であるっていう情報を、まあ、付与するっていうことですね。そういう場合の、まあ、実験においては、まあ、ブルー値がベースラインに比べて、まあ、3.2 向上しているという結果になりました。あ、そうですね、なりました。で次がその具体的なその例文なん、出力例なんですけれども、まあ概ね、まあ、うまくいってるんですけれども、一番下の例に関してはその総数、まあ、入力に対してそのどんな
サイドコンセンツを与えたとしても、まあ、出力がどれも一定で、そのこの T っていうのが、インフォーマルな分を表しているんですけども、その全部インフォーマルな分として出力されます。これはその入力に与えたそのサイドコンセンツっていうのが強い制約じゃなくて、あくまでもその学習時につけただけの、まあ、弱い制約であるため、そのそういった制約っていうものが NMT にオーバーライドされて、まあ、覆い隠されてしまって、まあ、こういう結果になっているっていうことが分かります。次に、まあ、先ほど示した例はその二人称のを含む分に限定したんですけども、こちらがそのランダムサンプルで、まあ、あらゆる分に対して評価を行った結果で、この場合においても、まあ、同様にサイドコンセンスというのが有効であることが分かります。またその最初も説明しましたそのサイドコンセンスというのの、まあ、服あのつけたりつけなかったり、まあ、注釈をつけたりつけなかったりっていう、まあ、そういうことによって、まあ、その注釈にその依存しすぎない、まあ、翻訳機ができているということも、まあ、こちらで示しています。で最後にその結論を、まあ、説明します。でこの実験においてその丁寧さの注釈っていうものを、まあ、訓練時に、まあ、入力として追加してやってことによって、その NMT の出力っていうのの敬語の生成っていうのを、まあ、制御することができたっていう結果です。で今回の場合はその入力のその注釈っていうものを、まあ、ユーザーが指定するか、または、まあ、先ほどのオラクル実験のようにその参照文から、まあ、取ってきてっていう、まあ、そういう実験だったんですけども、でそういう前提だったんですけども、まあ、実際はその入力のソーステキストからその、まあ、インフォーマルか、まあ、また丁寧かっていう情報を自動的に予測してやって、でまあ、それを入力に入れてあることが、まあ、目指しているところです。でまたこの本校においてはそのサイドコンセンスというものを、まあ、丁寧さの制御に用いて行っているんですけども、その、まあ、文の最後のトークンにそういう、まあ、サイドコンセンスを追加するっていうのは、その丁寧さだけの丁寧さの制御だけに、まあ、用いる、まあ、ものとは、まあ限定していなくて、その他の幅広い現象においてもそのサイドコンセンツの考え方っていうものは適用できるんじゃないかっていうふうに考察されております。以上で発表を終わります。